角位島の東部角位島の西部角位島は、日本の瀬戸内海にある有人島の一つで、岡山県美前市に属す日清諸島の島である。本土と内和田の瀬戸を挟んで向き合う。日清諸島のみならず、岡山県内でも最大の島で、地形は山勝ち。島内には鹿が多いことから角位と名付けられた。 無人島の期間が長かったが1947年から入植が進められ、2010年3月末現在、の人口は12人。野生の鹿が、角井島から橋を渡る姿が、しばしば目撃されている。島南西部の湾を原寺湾、その北側の湾を米子湾、島中南部の湾を千軒湾という。昔は、漁民が居住して、角威千軒とも言われたが、 やがて無人島になった。1455年には、山名総運に敗れた赤松則高や有馬小次郎が、微前国に落ち、赤松則高は、核維持まで自害したという。江戸時代に入ると、岡山藩主の池田氏によって1646年、1678年、1679年と1680年に、鹿狩りが行われた。 1679年からは、大鳥島、口し島と共に、岡山藩の馬牧場となり、島を開墾して飼料が育てられた。しかし、1691年に五島が生まれたのが、最高で1698年には、牧場は廃止され、島は藩の流刑地となって、西南岸の原寺湾の奥にルニン小屋が設けられた。 1706年から1709年まで、約160人前後の留人がいて、身分を10段階に分けられて、開墾や、焚き火集めなどを行っていた。しかし1710年の時点で5から6端しか、開墾できず、費用の問題などからこの年で同等への流刑は、取り留めになった。その後は、無人島として狩りや、林産の場となったが、 1770年に勤陵になり、藩のお囃子とされた。1820年には、総後村に番所が設けられて、山巡り役人が来た。1858年の記録では、坂木、松、小枝や落葉敷枝などが採集され、日生総後村から約600門目の雲上銀が収められた。1947年から入職が再開し、 様々な作物の栽培が試みられたが土地が痩せていることや鹿による食害を受け成功したのは、みかん栽培だけであったという。現在においても、みかん栽培が行われている。また島の周辺は、近世諸島から工業場となっており、かつては、漁業騒論も起きた。1993年には、 弥生時代の高床式住居などを復元した観光施設が建設され、抜き頭衣の着用や赤米を含む食事が可能となっている。開拓市の50周年記念の記念碑がある大生喫線が日生港からの定期船を運航していたが人口が少ないことから、各位島への寄港便は少なく、寄港便でさえ乗船時に、 角位島で下船することを伝えないと通過していた。港も粗末な桟橋があるだけのものであった。2004年に頭島との間に頭島大橋が完成し、さらに同年には本土と角位島を結ぶ橋の建設が国の事業に採択され、備前日清大橋として2015年に開通。これにより橋を介して本土と陸続きとなった。 青サギの集団繁殖地であり、1953年10月1日に、国指定各遺島を長寿保護区に指定されている。備前日清大橋は、本土と各遺島を結ぶ、道路橋である。備前市役所町整備課によると、絵文字のについては特に読み方を決めておらず、自由に読んで結構とのこと。概要2006年に、歌唱。 日清大橋として事業着手し、2010年3月に着工。橋の名称は2013年8月から10月にかけて公募し、決定。2014年10月2日には橋の連結式が行われ、2015年4月16日に開通。区分された歩道はなく、橋の上は駐停車禁止である。 また、橋の中ほどの両側に退避所がある。ありがとうございます。